親しい仲だからこそ思いは素直に伝えるべきなんだ。あれからずいぶん経つのに、まだ呼び慣れてないのね。今はまだ首都よ。あと少しで学会の方も片付くと思うから、あさってには予定通り飛行機で帰るわ。あら、どうやら同じことを考えていたようね。私が電話したのも実はそれが理由よ。ところで、シズマはまだ忙しいの？さっきから何度か電話してるんだけど出なくて。会議中ね。通りで。ならあの子に伝えておいて、あさって会いましょうって。俺の知ったことか。あんたは法廷に出るんだよ。篠木さん、声を荒げたところで問題の解決には。問題がないだと？いいだろう。お前がそういう態度ならこっちにだって考えがある。訴えられても文句は言うなよ。外にいたのか。彼とぶつかって怪我などしていないか。私が入れたんだ。彼は私に依頼をしに来たんだが、あいにく今は一切手が空いてなくてな。他の弁護士を推薦したところ、ああなってしまった。君もこれから忙しくなってしまうだろう。これ以上任せるわけにはいかないさ。
日曜の会食の方だ。母からどう聞いているかはわからないが、君のことだから、その日は母を迎えに行ったり、食事の準備も自分でするつもりなんだろ？家の習慣でな。私の両親はステラ市に出入りする際、必ず前もって私に連絡をよこしてくるんだ。それで、あさっては空いているか？すまないが、私は行けそうにない。この後も電話会議が残っているから、君は先に帰りなさい。今日こそ破滅させてやる。依頼？たとえこの場で死ぬことになろうと、あいつに依頼することなんて二度とねえよ。あんたには関係ない。俺は左京に目に物を。会議は中止になった。上から君たちの姿が見えたから、慌てて降りてきたんだ。
ああ、とにかく無事でよかった。ひとまず帰るとしよう。後のことは車内でゆっくり話す。それでいいか。いや、今日はいろいろと疲れたからな。過労運転にならないよう、帰りはタクシーを呼ぶとしよう。ん？これはどういうことだ？先にどこかで夕食を済ませて、それからもう一度確認しようか。どうし、だがあれは方向が。やはりバレていたか。だが本当に知りたいのか。はっきりとは言えないが、この件は間もなく解決。すでに気づいているだろうが、篠木さんは私に依頼の相談をしに来たわけではない。むしろ私を訴えたいそうだ。まあ、私に名誉を傷つけられたからだそうだ。もし本当に私のせいで彼がそういった被害を受けているとしたら、君は驚くか？君と同じくらいの年の頃に、一度だけ篠木さんの代理人弁護士として民事訴訟を起こしたことがあるんだ。一応勝訴にはなったが、
篠木さんは裁判所が出した結果に不満があったらしく、法廷で私と軽い口論になってな。実際それ自体は大したことではなかったんだが、世論はそう捉えていなかったらしい。異常な速度で私と篠木さんの個人情報が拡散され、特に彼の方は深刻な影響を受けてしまった。多くの人が篠木さんを裁判所荒らしと断じ、彼が若い弁護士に圧力をかけ利益を得ようとしていると報じたんだ。一方、私は父親も母親も立場のある人間だから、悪いことなどできはしないと。結果、篠木さんは非難に耐えかね行動した。私が法廷で言われたことを根に持ち、世論を操って中傷したとな。特になんともなかったが、その少しだけつかみ合いになってな。彼はそのことで警察に連行され、拘留されると同時に私との依頼関係を解消したんだ。それ以来、篠木さんは私に不満を抱き続け、私が身内のコネを利用して報復したと思い込んでいるらしい。だがこちらから一度も相談していない以上、両親が何かをすることはない。私には考慮すべき利害関係が多く、軽率に口を開けば余計なトラブルを招いてしまう可能性があるからな。だからこそ、何もしていないのにどうしてそんなことが起きたのか、当時の私は分からなかった。結果、私は逃げたんだ。子供がそうするように。一人になれる場所を探し、何が起こったのか、誰が関わっているのか、落ち着いて考えたかったんだ。もう気づいていると思うが、その時の私が選んだ場所が、まさにこういった観光バスだった。幸い、バスの中にいたのは写真を撮るのに忙しい観光客ばかりで、私を私だと認識している人物は一人もいなかった。彼らは明日にはここを去るだろうし、写真以外のことでここに何があったか覚えている人間はいないだろう。私は彼らの後ろに座り、見慣れた街を眺めていた。この景色の中に自分がいるような、いないような気がしながら私はあの夜、さまざまな感情から距離を置く方法を、隠す術を学んだんだ。事実、私の境遇は特殊だ。親しい人に心配をかけないためにも、軽々しく人には明かせない。
まだ考えているところだ。テミスのパートナー弁護士の一人が被告席に立てば、間違いなく再び世論が騒ぎ出すだろう。とはいえ、シナキさんを放置しておくわけにもいかない。まずは数年越しに訪ねてきた理由を明らかにしなければ。君が言いたいことは分かっている。私の悩みを解決してくれようとしていることもな。だが、今は君の助けを必要とするほど深刻な状況ではないし、私はもう決めたんだ。君が巻き添えになる必要はない。この果物をリビングに運んでくれるか。ありがとう。あなたも少しは座って休んだら。ずっと忙しくしてるみたいだし。あなた、なんだ、そんなことを気にしてたの？そうね。あなたくらいの年の頃、少なくとも私の目にはバランスを保つのがすごく得意な人間に見えたわ。ええ、プライベートと仕事、それから家庭をはっきり分けていて、この3つが互いに干渉しないよう心がけていたの。例えば家族の前で仕事の話は一切しなかったし、私生活における悩みが仕事に影響することもなかった。多分それがあの子の長所なのかもね。全てのことをきちんと整理することができて、わずかな心の乱れも調整できる。私が知る限り、このバランスを崩しかけたのはたったの一度だけよ。
ようやくこれをあなたに話す時が来たわね。けどその前に、あの子に内緒にするって約束してくれる？シズマ、どうしてこんなに帰りが遅いの？鍵、持ってなかったの？心配しなくていい。外を歩いていたら、雨に降られただけだ。そう。でも今後は一言入れてよ。出ないと心配するから。疲れたでしょ。ホットミルクを入れるわね。食事は済ませた？すまない、ちょっといいか。その、実は。ゆっくり話して、いくらでも待つから。そうだ、ちょうど時間もあることだし、久々に映画でも見る？悔しいでしょうね。うん、何がだ？映画の話よ。相手のために行動していただけなのに、感謝されるどころか逆に非難され、挙句陥れられたんだもの。でも別の角度から見れば、こういうことも人が成長する過程で経験すべきことなのかもしれないわね。私たちにできることは。ああ、分かってる。責任と危険は隣り合わせだ。だからこそ、さまざまな利害関係を慎重に考慮し、複雑なバランスを保っていく必要がある。でなければ、自分の大切な人を守ることはできない。そういう捉え方もできるけど、私が言いたいのは、すまない、少し席を外す。映画はまた今度見るとしよう。実を言うと、全部気づいていたのよ。あの時のシズマがあんな顔していたのは、例の依頼人と衝突していたからだって。だから一緒に映画でも見ながら諭してあげようとしたんだけど、どうやら誤解させちゃったみたい。多分だけど、あの子は私に喝を入れられたとしか思ってないでしょうね。なんて言ったらいいか。日常の楽しいことや辛いことを遠慮なく話し合える
そんな機会が私たちにはずっと欠けていたみたい。シズマも自分に対する要求が高いのか、それとも人に迷惑をかけたくないのかは知らないけど、私に助けを求めてくることなんて滅多にないから、今回こそはどうしてもこの件を解決してあげたいの。そうよ、シズマが例の依頼人に今も絡まれてることは知ってるわ。だからこうして首都から会いに来たの。私の方でもいろいろと調べてみたけど、多分役に立てると思う。まあ今回も同じことになる可能性は高いけど。あら、もちろんいいわよ。どういう作戦なの？私の助けも必要。コートは私が預かる。君はこのまま風呂に入って先に休んでくれ。君は映画が見たいならそう言えばいいだろう。夜間高校、これが見たいのか？寒いのか？エアコンの温度を調整しよう。これは思い出した。何年か前にも私はこの映画を見ているが、最後までは見ていなかった。君がこれを選んだのは偶然か？それとも、
こういう話だったとはな。陸地との通信手段が全て断たれていたにもかかわらず、灯火による信号という技術を学び、自力で助けを求めたのか。助けを求める。何をしているんだ、これは。あ、そういうことか。これが君の灯火信号ということか。少し前、それは母のことか。本当に。
ああ、いろいろと話してきた。来週末、君も一緒に事務所に来てほしい。しなきさんともう一度話をしようと思う。では、始めましょう。そこで東方の提案についてですが。また提案か。ああ、今さらとぼける必要がどこにある。俺がどれだけ嫌がらせを受けてきたか、お前は誰よりも分かってるだろう。しなきさん、お電話で落ち着いてお話ししたいと申し上げたはずです。これまでのように口論するのではなく。落ち着けだと？この状況で落ち着いてなどいられるか。こうして話している間にも。なんだと？だとしたらなんだ。理由なんてない。来ようと思ったタイミングで来ただけだ。それに家族がどうだろうとお前らには関係ないだろう。何？しなきさん、私には敵意の類はありませんし、あなたに話すことを強要したりもしません。ただもし本当にこの件に終止符を打ちたいのであれば、一番にすべきはネット上で騒ぎ立てている人物を止めることでした。ですがあなたはそれをせず、私を起訴することを選んだ。私はその背後にある理由を知りたいのです。仮にあなたが何かしらの事態に直面していた場合、我々には的確な法律扶助の準備があります。もし私のことが信用できないのでしたら、隣にいる彼女の方でも同様に。
あんたらには関係ないと言ってるだろう。シナキさん、もう一度申し上げます。あなたとご家族の状況については。家族を巻き込もうとするな。さもないと。お待ちください。間に合ったよね。シズマが会議室にいるとしか言わないから随分と迷ったわ。今度は母親と一緒に俺を脅そうってか。いいえ、私はあなたと交渉しに来たわけではありません。同じく人を育てた親として誤解を解きに来ただけです。まず事件の被害者はあなた一人だけではありません。当時の件は他方に影響を及ぼし、様々な問題を引き起こしました。問題だと？わかった。言われた通り、私たちは外で待つとしよう。そう思ってくれていい。だが実際は他にも続きは外に出てからにしよう。待って。ありがとう。今度また一緒にあの映画を見ましょうね。俺だって仕方がなかったんだ。あの人が。会話の内容が気になるんだろう。私もそうだ。だがそれを確認しに行く前に私にも言わせてほしい。そのくらいの時間なら母もきっと分かってくれるだろう。ありがとう。私も君にはとても感謝している。親しい仲だからこそ、思いは素直に伝えるべきなんだ。これまでの私はずっと、家族や恋人にこそ自分の弱さを見せてはいけないと思ってきた。だが、君が教えてくれたんだ。弱さや悩みを打ち明けることは、互いの絆を深めることにつながるのだと。孤独な船は遠くまでは行けない。互いの絆を守り続けて初めて、その船は進む力を得られるんだ。
一緒に戻ろう。そろそろ明らかになった真相が聞けるはずだ。随分と穏やかになり、ご家族に対する法律扶助の件も同意してくれたから、ひとまず私を訴えることはないだろう。もちろん確証はないが、これでいい。彼らが話していた人物や出来事を調べる時間ができただけでも今はよしとしよう。そうだな。あの時の真相がはっきりすれば、弱歩きしていた私の過去も清算できるだろう。急ぐことはない。私たちはすでに相手の一手をくじくことに成功しているからな。それにこのことは私たちだけの問題でもない。今後白木さん一家が調査に協力してくれれば、いずれ全て解決するだろう。母からだ。大学での用事を済ませた後、そのまま私たちの家に行き、こちらの帰りを待っているそうだ。大丈夫だ。遅かれ早かれ、いずれは君が私の一番行きたい場所に連れて行ってくれるだろうからな。だからもう少しゆっくり走ろう。今はまだ君に話しておきたいことがある。少し前、君は私に母と何を話していたのかと聞いてきたが、すまない、あの時は恥ずかしくて言えなかったんだ。あの晩、私が母に話したのはここ最近の問題だけではなく、もっと昔の私たちが会う前のことも話していてな。観光バスに乗って市の中心を当てどなく回っていた時、私は全てから距離を置きたい一心だったが、心の奥底では誰かに見つけてほしいと思っていたんだ。それから前に君が
事務所の前で篠木さんと睨み合っていた時、私は単に心配しただけじゃなく、何かが胸の奥底で目覚めるように急に悟ったんだ。何年も前に観光バスに乗ったあの瞬間から、私はずっとこの人を待っていたんだと。それまで外したことのない私の鎧を脱がし、つい隠してしまう本当の気持ちに気づいてくれる、そんな君のことをな。大抵の人間がそうであるように、私の隠し事も一つだけではない。そうだな、君に話していないことはまだたくさんあって、これは矛盾している感情かもしれないが、好きだからこそ口をつぐむことがあるというのに、結局は相手を愛しているからこそ何もかも話したくなってしまう。家に着いたらまた母とのおしゃべりに付き合ってくれるか。この先もそういったことは増えてくると思うが、君にはずっと私のそばで私たちの聞き手を務めてほしいと思っている。確かにここまで走ったのは久しぶりだ。それこそ体育の授業ぶりか。あれは。そうだな、こういったことも考えを改める必要がありそうだ。分かっている。この一件がどんな終わりを迎えようと、最後まで一緒に歩んでいこう。
おはよう。ん？そこはバス停か？休日だからまだ寝ているかと思ったが。事務所に書類を？例の案件のことか。それなら別に急ぐ必要はない。それよりも私の家に来てくれ。先日の品木さんの件に進展があったから、君にも共有しておきたい。先ほど電話で知らせを聞いたとき、なんていうか、焦って、すぐにでも君に電話をかけそうになった。話を聞いてくれる君を想像すると、思わず心が揺れて、これまで以上に恋しくなってしまうんだ。ならタクシーで来る？ゆっくりでいい。まだ掃除中で、プールが片付いてないからな。ああ、水を入れ替えたんだ。まだあまりうまくできなくて、また服を濡らしてしまったが。だが、不測の事態のおかげで、奇妙な自然現象を見つけられた。ホースを使って、特定の方向に水をまくと、虹を作れることがあって、さらに…君が来てから話すとしよう。付き合いが長くなれば、分かち合いたいことも多くなるんだな。隠し事だけでなく、取り留めのないようなことまで、すべて聞いてほしくなる。このままずっと話していたいが、プールを片付けないとな。これでは君を呼べなくなってしまう。ん？ホースを片付けないでほしい？そのつもりだったさ。君の表情を見た時から興味があるのは分かっていた。ん？やり方は教える。近くまで来たら教えてくれ。迎えに行く。